をちょっと預かっていただきたいと思います。今日じゃあ帰ったらお家が華やかになりそうでありがとうございます。今日は日頃お世話になっております鈴木垣さんのクラム演歌祭り、この華やかなステージに私も立たせていただきまして本当にありがとうございます。楽しみにしてきました。気合い入れて一長蘭を着てまいりました。ちゃんと似合ってますか？ありがとうございます。この時点で似合わないと言われても手遅れですけど、最近はこういうドレスで歌わせていただくことが増えてまいりました。私も今デビュー16年目なんですけど、元気な歌でデビューした私もちょっとずついろんな歌に挑戦させていただけるようになって、ここ数年は女っぽい歌もこなれるようになってきましてですから、まあ、歌に見合った女性に見えるようにということで衣装もいろいろ工夫をさせていただいております。またいろんな歌の世界を表現できるように自分を磨いていきたいなと思っています。続いての歌は今日あの演歌祭りでしてね、演歌かなと思ったらちょっと違うかもしれないですけど、聞いてやってください。親子の絆が描かれた作品です。タイトルが神のピアノっていうんです。これは母子家庭で育った娘が主人公です。子供の頃にピアノが欲しくてただこねるんですが、女手一つで厳しい生活では買えません。代わりに紙にマジックでお母さんは鍵盤を書いてくれます。もちろん紙ですからね、音は鳴らないんですけど、何かお母さんの愛情をそんな風にたくさん注いでもらって娘は育ちます。やがて大人になって今度は自分も母となった時、改めて母の愛の深さを知ります。いつもどんな時も自分には笑顔でいてくれたお母さんの人知れず流した涙の跡が紙のピアノについていることに気づくんですね。今はこんなにあったかい気持ちにしてくれて、たくさんの愛を注いでくれてありがとうって感謝の思いをかみしめながら生きている、そんな歌です。紙のピアノ。